フローティングジャークベットフィッシュ。よし、これディープホール。220トンだっけ今。さあその流れでも沖のエリアで食い上げてくるかどうか。あれ送ったか。よいしょ。グッドサイズ。フローティングニーノですね。ジャーキングじゃなくて、ほとんどもうこれからの時期はこういう早巻きのストップアンドゴー、だいたい5、6回ぐらいこう巻いて、短い移動距離でしっかり急旋降させて深いレンジまで持っていって、で魚を引っ張ってくるみたいな。ジャーキングでやっちゃうとレンジ入んないんですよ。ただ巻きで早く巻いた方が深く入るんで、その分下のいるバスに対してアピールできると。で浮いていくものに対してやっぱりこれからの時期バス弱いんで、しっかり潜らしてバスのいるとこまで気づかして、で浮く動作で食わせるみたいな、引っ張り上げるみたいな。おっ、送った。うわマジか。おお、また来た。バスが食わなかったけどね。シューって。結局今このルアー使ってるのはブルーギルをイメージしてるんで、ブルーギルが縦裾のエビモで上下運動してるのと同じことを今フローティングミノーで再現してる。お、浮いてこないぞ。お、食った。ほら浮いてこなかったもんね。よいしょ。よっしゃ。フローティングジャークベットフィッシュ、はい、バイトも目で追って、でもちろんウィードの変化も目で追って、とにかくこれ目で釣る釣りなんで、そこが一番大事ですね。おっしゃ、食ったよ。今のはライン出たね、当たりが。しっかり食ってるわ。よし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 。ジャーキングだとレンジ入んないんですよ、全然。だから別に隙間が浅ければいいですよ。ただ隙間がね、やっぱ 1.5 とか2メーターとか 2.5 とか結構そのある場合は、どちらかというとやっぱこういうストッパーのゴーで急旋降させるっていう方がおそらく魚引っ張れると思うんで、浅ければジャークで OK です。で今使ってる竿もエクスグレーブの、巻物タイプ、だいたい今7フィートちょっとぐらいの、結構ちょっとちょい長ぐらいの、まあ柔らかい、比較的柔らかいタイプですね。こういう軽いフローティングジャークのクランキングだったりとか、あとシャロークランク、バイブレーションっていった、まあウェイトの軽いタイプの巻き系のルアーをできるような竿に今まとめてます。レブエリートの IB5 ローギアですよね。これハイギアでやっちゃうと特に、まあ、クランクとかミノとかリップついたルアーっていうのは巻き重りもしちゃうし、巻き重りすることによってガクガクしちゃうんですよね。滑らかにスムーズにリーディングできないんで、ルアーの持つリップの水を受け止めるキャパもう超えちゃうんですよ。そうなるとやっぱりルアーがもう反れちゃうん でそれをねなくすためにやっぱローギアで早く巻いてあげると、そうすれば水上のギリギリのとこを調整できるんで、もう絶対ローギア、これは間違いなく。で例えば今レブエリートの IB5 使ってるのも
これ遠心とマグネットが融合してるんですけど、まあ、とにかくこういうねトップウォーターにしてもミノにしてもクランクにしてもオープンウォーターをこう思いっきり投げる釣りもあれば、まあ琵琶湖でいうと、まあ、さっきの足際だったりとかあとエビもパッチとか結構そこを狙うっていうね飽きらしを求めるような釣りもあるんですよ。でそういう時はやっぱりどっちかっていうと遠心ブレーキの特性を生かしてやっぱりシュッと投げれるような感じでいきたいんで、それでIB を使っているのもその一つの理由。惜しかった。うわすごいね今の。うわどんなかかり方してんだろう。すごいね。よっしゃ、入ってるわ。よし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 。よっしゃ、ナイスワン。ふう、ガーンとひったくっちゃうから、やばい。面白いです。すごい、まあ、この時期しかできないゲームですよこれは。最高に面白い。まあ、クランクベイトフォルムの、まあ、リップのついたウェイクベイトですね。水面をガチャガチャいくようなタイプで、これちょっとスピーディーに探ります。やっぱり効率よく探るにはね、そのバスがついてるパッチを目視で確認して効率よく狙い撃ちたいんで、まず目でしっかり確認することですね。まあエビもですねやっぱね、こんな感じでこのパッチの上を通す。今日は曇ってるからちょっと見えにくいけどね、光があればもう魚がもう追ってきてパッてくるの見えちゃうんです。うわーミスったね今。もうあったの見えました。今もうあったの。おお、来た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 、くく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 く。水がクリアなだけにちょっとロングアプローチでね、食わさなきゃなかなかダメですよね。今使ってるのはX グレーブのクランクプロタイプなんですよ。だいたい7フィート半前後で今設定考えてるんですけど、まあミディアムパワーぐらいで、ディープエリアのディープクランク、ウィードほぐしたりとかできるようなタイプだったり、まあ重いディープダイバーですねを軽々投げれて操作できるやつで、まあそういう風にディープダイバーで使ってるモデルだけど、こういうシャローの結構ウエイトのあるボリュームのあるトップウォーター、ウェイクベイト系ですよね。こういうのもしっかり乗せて投げれるんで、全然兼用できちゃうように今仕上げてます。おっ、すくった、出たね。ああ、うー、がっぽり、うー、太い太い。よいしょ、よっしゃー、おー、ナイスフィッシュ。出た、またね、下顎しっかり食ってる。やっぱりね、琵琶湖っていうフィールドで、うん、グラスレイクのやっぱりこういうトップウォーターの釣りとかサブサーフェスのフローティングミノの釣りっていうのはどこでもできるわけじゃないし、1年の限られた時期の
貴重な面白いね釣りだから絶対やるべき。よし出たうわ跳ねるな。おおよいしょ。おお。よし、まだ行くか。行くか。もう行くか。行くか。お、がっつり。よっしゃー、おーナイスイッシュイッシュウェイクウェイド、結構いい出方しましたね、気持ちいい、最高いや本当にね、心臓に悪いんですよこの時期緊張しっぱなしで、こんな緊張感ね、なかなか味わえないですよ。